雨音の拍手。雨音は拍手に似ている。またはその逆か。しめやかな雨も、雷伴う激しい雨も、どちらもそれなり良いものだ。日差しの下で聞くにせよ、コンサートホール、または子宮の中、羊水に漂い聞くにせよ、あの全空間に意識が満たされる感覚は、思わず拍手したくなるほどに、なかなかどうして良いものだ。いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。今回は、とめ館長さんのブログ、とめ文芸館より、雨音の拍手という作品をご紹介いたします。そろそろ梅雨という言葉が聞こえてきましたね。しとしと降る雨は好きなんですが、ゲリラ豪雨は怖いです。ゲリラ豪雨とまではいかなくても、激しい雨は不安になります。ところで、この間、そんな雨の話をしていたとき、私が、バケツの底が抜けたような雨、と言ったら、何それ、と笑われてしまいました。あれ？言わない？それで、いろんな人に聞いてみたら、バケツをひっくり返したような雨、とか、天の底を抜いたような雨、とか、プールの底に穴が開いたような雨やら、たらいの底を抜いたような雨まで出てきました。どれが正解？っていうか、そんなに要素あるん？って思ったんですが。まあ、水が溜められるもんやったら何でもええんちゃうん？と私が言ったら、みんなに、出たよ大雑把。呆れられてしまいました。なんで？皆さんは、なんて言いますか？今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。